だいぶ膨れとるですよ。え？さあついに第10回になってしまいました。三四祭り、最初にやった頃は3月4日に三四だけ集めようぜと、何台来るんやって震えましたが、10年目100台はもう 1,2 時間でエントリー埋まるという始末になってしまいました。てなわけで第10回三四祭り始まるばい。さあ三四祭り10回大会ということで、今年から初の試み女子会、名前はちょっとねレディースかガールズかなんかにすればよかったのに、日本語で女子会、ここに、ね、集まってくれました。もうちょっと半分ぐらいしかいないんですけど、いない人はやろうとどっかデートに行きました。三四に乗り始めたきっかけ、12年前に一目惚れしてそのままもらいました。もらったん？奪い取りました。奪い取っとるね。どのようにして三四に乗りになったんですか？あ、一目惚れですね。やっぱり一目惚れが多いね。同じくじゃ。もともと33に乗ってて、そこからの34乗り換え、新しくしようかと。なるほどね。誰一人俺に憧れてる人はいませんね。やっぱ女子会さすが。どのようにして34乗りになったんですか？イニシャル D を見て、イニシャル D、 そっから乗りたいなって高校の時に YSP 見てて34が出てきて、あ、乗りたいなって思って、そっから頑張って貯金しました。なるほど。じゃあ皆さんも34と一緒に毎年一つずつ年を取りましょう。じゃあまた来年も会えるといいねというわけで、まあ今日は十分楽しんでいてくださいね。はい、というわけで女子会でした。あ、これは本で、あとこっちにも、はい、両方提出用と出してもらったんです。こっちも。あ、これが本物ね。これが本物なんです。すげえな。はい、明日入籍だそうです。おめでとうございます。三四祭りはドリフトだけではなくドレスアップコンテスト、ドレコンやっとるんですよね。それが去年のチャンピオン、この青ですよ。見覚えがある。この選んだのはね、一般のお客さんとかが投票で選ぶですよね。それからなんか進化したですか、去年から？そうですね、一応、スタンス仕様を目指して、で車高下げて前後ワイドにして、でさらにまあキャンバーつけて、いけそうですか周りの見て？いやでもレベル高いんで今年あかんかなって思ってますね。今年もピカピカにしてきたけど残念ながら雨なんで、でもね我々の車こっち半分と違って水が弾いとる、ワックスがかかっとるんですよ。やっぱりこの大事さがよくわかるですね。塗装も下のブルーがポルシェで上のブラックがアウディの色なんだって。分かんよく分からんけどちょっと近く行ってみようかな。はい、上がポルシェ。あ、じゃあ上がアウディで下がポルシェ。もうもはや上か下か分かんなくなってますよ。お目目がね、青でかっこいいよ。そう、なんかね、向こうから見たらすごい目立ってるこれ、うん、しかもこうリップスポイラー、木。あ、木なんだ。はい。ベニヤね。コンパネですよ。コンパネね。自分で塗りました。あと屋根になんか字書いてある。屋根は何て書いてあるんですか？屋根はいろいろ書いてあります。で、クリアで押さえて、剥がれないように。なんかクリアの塗装を拭いて、なんかステッカーだか塗装だか分かんない感じですよ。ややこしい感じがいっぱい。ややこしい感じが。はい。タクシー。タクシーいた？これこのまま来たんですか？はい。いや、あの安全だけ、敷地に入ってからつけたらしいですよ。やっぱり。はい。いや誰かあの。もう帰ると絶対手上げられますよね。これ。いや駅前で結構上げられます。乗せてってくれって。駅前で上げられたらしいですよ、手をやっぱり。はい。いや上げられるよ。当然。二種免許持ってないですよね。あ、ない二種。あ、乗ってない。持ってない。白タクらしいですよ。白タク。全てのドアとトランクをオープンした車が、あのサンルーフまで開いとるんですよ、雨降っとるのに。自慢のポイント、 GTR1 台分乗って、室内は総カーバーです。 GTR をバラしてフォードアに積んだんですか？そうです。もったいないことしてますけど、フォードアの GTR 仕様に、要するに GTR のものを全て総移植。室内も黒と赤でしょ？あのね、黒に赤いステッチが入ってる感じですね。それ結構かっこいいよね。
うん、お金かかってそう。はい。あ、イタシャがいました。イタシャ。電波組のライブ仕様。あの、イタシャってほら、漫画じゃないですか。うん。これは実際に写真が貼ってあるっぽいです。痛い。それは痛い。なんか、本人には許可取ったらしいですけど、うん。パンツが見えとるんですよ、写真の。これ見てもらった方がいいかもしれません。最低だな、もう。あのヘッドライトの中にウインカーが走るやつがあるんだね、今ね。あのサイドステップの下もなんか青いのがもやもや。なるほど。いろんな電気がついてますよ。電飾好きのやつだね。電飾。自分で作ったんですか、これ。全部手作りで。電気屋さん？まあ、趣味です。あ、趣味で。電気屋さんって。いや、なんかこう、チューブみたいなのが曲がって、ついてるから。なるほど。特殊なやつなんですか、これは。まあでも、普通に売ってるやつなんですけど。多分夜はね、全面光ると思います、うん、これ。今日みたいな天気には非常にいいと思います、はい。自分で作った内装がポイントみたい。茶色の革で作っとるですね。あ、すごいね。自分でやったんですか、これ。これはもうデザイン全部自分でやってます。内装のデザインをやったらしいですよ。なんかね、カーボンと革でできとる。で、中を見せたいんですけど、雨が降り込んで、なんかずぶ濡れになってますよ。はい。多分なんか自慢できそうな感じの出来ですね。ね。はい。完全に着地。着陸してる？エアサス。エアホースのエアサス。なるほど。相当低そうだ。帰る時にはピュッと上げれるですね。そういうことですね。なるほど。はい、一番苦労したのはどこ？は後ろのバンパーを FRP むき出しにして、LED でウィンカーだったりでブレーキランプを踏んだら光るように振り抜きじゃなくてあえて FRP の地を出してそのまま。なんかね、 FRP のバンパーが光っとるというややこしいですよ。初めて見た。なんかかっこいいですよ。まずはスタートしてから、今日は全開では本当に飛び込めません。ここから全開で加速していくととてもないことになっちゃいますので。いやーやっ回った、飛んでく、止めた、うん、危ない。あれは速いよ。はい、危ない危ない、大失敗。さあ、勢いよく立ち上がってくる。よし、監督、うん、あらー、落ちた。危ない、飛び出した。大丈夫。45番、高田大輝。気になるマシンですね、これね。この緑。さあ、こっから冠で入っていくところ、なんとかなんとかというレベル。あれじゃちょっと配達遅れるですね。あれは配達遅れますね。飛び出してこう、あと1、7か10メール。黒いマシンの後ろからオレンジのマシンが追っていけるかどうか。追っていけるか、追っていけるか。今度は田中純平、オレンジのマシンが前、後ろから黒いマシン、飛び出し、あらー、全く大丈夫。あらー、立った、やっちまった。そう、仲良く縦列駐車に見えますが、すごいところで2台が綺麗に何事もなかったように収まっている。オレンジのフロントバンパーが飛んでなければ。トリアマーデスの水槽トーナメントはいよいよファイナル。トリアマーデスアドイ入れすぎ中に、まずは先行で入れすぎが一発と。さあ、スーッと回っていく。しかし、トリアもできてはできちゃいる。とんでもない結構の中でもその戦い。富田が1、後ろから行けすぎ友人。富田が行く、逃げすぎが似ている。でも富田もこれ悪くない。いやー、これは本当に差がない。結果発表いたします。優勝したのは富田、お願いします。これは独断で決めました、はい、先行での走り優勝。行けすぎ、行けすぎ友人、ありがとうございました。さあ、というわけで34祭り第10回目、無事に雨の中
まあ、ちょっとした事故もありましたが、これから全車の並べての撮影会、そして本コースのパレードラン、あとはまったりの、時間が流れて終了ということで、いや今日も一日寒かった場合、多分ね山陽祭り始まって2番目に続く涼しさ、過酷だったね。というわけで、あとは撮影会とパレードラン、この撮影楽しみに来とる人もいっぱいいるので、これから並べて、さあ今年は何台並ぶんでしょうか。